2024年は4月に愛子様が日本赤十字に就職され、久人様が9月に18歳の青年を迎えられるという皇室にとって節目の年だ。評論家の八幡和夫さんは、過去様を含めた若い世代の皇族3人に対しては、世間の評価が乱高下している。青年皇族としてそれぞれの立場でご活躍できるよう、国民が後押しすることが望まれる、という。 皇室には悠仁さま、愛子さま、佳子さまという三人の若い皇族がいらっしゃり、マスコミや SNS で年齢にふさわしくない扱いを受けてきた。誹望されるのはもちろん辛いだろうが、見当外れの賞賛や過剰な期待を寄せられて気の毒なこともある。ただし、皇族のプライバシーを語ったり批判したりすることが不敬だとか不適切だとは思わない。 国民が関心を持ち意見を言うのは当然だし、アドバイスは有益である。昔は不経済があったため、皇族は批判されなかったという人もいるが、NHK 大河ドラマ、光る君へ、でわかるように、公家たちは帝や皇族にも辛辣で、還元もしていたし、民衆も噂話を聞いて大いに意見を交わしていた。戦前も政治家、家族などは意見を言っていたし、 うるさ型の側近もいた。戦中、戦後の昭和天皇に対しても、母親の低名皇太后や弟たち、この絵文丸とか木戸孝一のような重臣、大物の宮内庁長官、入江介政事重長などはっきりと進言していた。むしろ平成以降、陛下や皇族に意見を言う人がいなくなったのが問題で、それに変わるのは週刊誌や SNS になり、 皇族の方々もエゴサーチされているようだ。若き皇族三人の世間の評価は乱高下。こうした中で、普段はおんちゃらばかりなのに、突然、風向きが変わって、炎上、ということがよく起きるようになった。キサヒト様は、ご誕生は祝福されたものの、学習院幼稚園に行かれなかったことを境に、本人にとってどうにもならないことまで荒探しされている。愛子様の場合、 不登校問題があった小学生時代は、雅子さまの常識を超えた学校への注文が批判を浴びていたが、ま子さんの結婚問題が出た頃から本来心配されるべきことすら絶賛されるようになった。現在も高い人気を誇っているが、このところ、公務をされていないことなどが問題になりだして、これまでの反動が心配だ。かこさまは、可愛らしいプリンセスとして人気だったが、 学習院大学を中退して ICU に移られたことがわがままと叩かれた。その後、海外での立派な振る舞いや手話でのご活躍などで良い方向に変化してきている。私の見るところ3人ともずっと同じペースでいらっしゃるのに、評判は理不尽なほどに乱高下している。その背景には、世間の勘違いや誤解があるのではないかと考えている。そこで今回は、 改めて三人の皇族が置かれている立場と今後について整理してみたい。